すべての人がこれがマイクだって呼べるものがあるんです。では100人が100人とも指をさしてこれが幸せだって言えるものがありますかっていう話です。答えはありません。では地球上に幸せという名の現象がないのに、どうして広辞苑に幸せという言葉があるのか。答えを言います。幸せという名の現象が存在するからです。あれ、青函さん、頭がなんかおかしくなってない？なんか症なの。脳なんか症。なんかおかしい。10秒前には幸せという名の現象がないって言ってるのに、10秒後に幸せという名の現象があるんだって言ってるのはおかしいじゃないか。おかしいですよね。笑っちゃいますよね。おかしいですよね。笑っちゃう。初めて来た人は変わった人だなと思ってるでしょうね。うなずきすぎです、その人。いいんです、別に私は自己アピールをする気はないの、別に。それでね、10秒前にはそう言ったけど10秒後にはそう言ってるっていうのを一言でまとめますよ。一言でまとめて言いますね。どういうことか。地球上に宇宙上に全ての人が幸せだと言える幸せという名の現象はないんです。ただし幸せという名の現象が存在する時があるんです。どういう時かというと、そのことを幸せだと思った人にのみ、そのことがその人に帰属をして、その人にのみの幸せになるってことです。いいですか？具体的な話で言うと、今私はこの伊右衛門を一口飲みますよ。ああ、幸せ。今この瞬間に小林栄寛にとっての幸せが一つ生まれたんですよ。で、この幸せは皆さんには関わりのない幸せで、皆さんがそれは幸せだ、幸せじゃないと思うっていう権利も資格もないんです。幸せの本質は、幸せだと思った人間にのみ帰属をして初めて生ずるものである、ですよ。わかりましたか？つまり幸せの本質を皆さんは未だかつて誰からも聞いたことがないので、幸せという名の幻をずっと何十年も追っかけてきた。そしてどこにも幸せがない、とどうも幸せが手に入ってないって思うような人生を送ってるかもしれないんだけども、実は幸せっていうのは自分が勝手に全部生み落とすことができるものであって、逆に言うと自分が生み落とさない限り幸せというものがないんだというのが宇宙の本質なんです。中国4000年の歴史に対する、熊本城400年の歴史に対する、牛丼の吉野家108年に対する、小林製菓40年の歴史っていうのがあるんです。4000年と400年と40年は分かったけど、牛丼の吉野家180年がどうしてそこに入ってくるんだって聞いた人がいるので、一応お答えしておきます。牛丼の吉野家も小林製菓の人生も汁が大事だったんです。そんなことで拍手をいただきました。ありがとう。今拍手をした人はその一言で幸せを感じたんですよね、きっとね。汁が大事。ああ、幸せ。幸せの本質とは、自分が幸せだと思った瞬間にたくさんたくさん幸せを感じることができるということなんです。ホタテを食べた。ああ、幸せって。鮭の切り身が美味しかった。ああ、幸せ。北海島エビが。ああ、幸せ。いくらでも感じられる。わかりましたか？北海道だともうちょっと受けるんですけどね。
北海道のね、寿司屋行ってね、もう満腹に食べるでしょ。親父さん、勘定してって、いくらって言うと、いくら、そうじゃなくて、ハウマッチって言ってるのって、ハウマッチって。先にオチを言わないようにお願いします。もう感情のことはいいから、俺たちのことをほっといてて、へい、ほっとって言って。これはずーっと続きますよ。はい。かなり長くネタを考えたので、ネタは新鮮な方がいいって話で。頭がわやわやになってきたでしょ？今、わやわや、わやわや。わわ、わやわ、わやわやになってる状態が pH7.2 ぐらいですよ。もうものすごい体アルカリ性になってすごく健康状態ですよ。だからチクチク痛くないはずです。はい。で、特に北九州のね、あの辺の小倉のあたりの人はいつもね、体がね、アルカリ状態でね、元気なんですよ。小倉区、小倉区って言うんです。わかんない人を隣の人に聞いてください。幸せの話なんですけどね。 ああ、幸せって思った途端に自分にとっての幸せが始まるんですよ。産み落とすことができる、いくらでもですよ。あるグループにですね、たまたま20人ぐらいの人に紙を渡してね、こういうことをちょっと実験したんです。足りないもの、欲しいもの、手に入れたいものを書けるだけ書いてみてくださいって言った。で、人によって30項目、40項目、50項目書いた人がいる。分かりました。まあ、5項目とか10項目書く人が大半だったんだけど、30、40、50書いた人がいるわけですね。では同じ項目数だけたくさんのものをいただいていて、すでに恵まれていると思えるものを書いてみてくださいと言った。この30項目書いた人、40項目書いた人、50項目書いた人、一人として同じ項目数だけ書けた人はいなかった。別のグループに対してまた紙を渡してこういう実験をしました。すでに自分がいただいていて、ありがたくて幸せで恵まれているなって思えるものを思えるだけ書いてみてくださいと言いました。30項目、40項目、50項目書いた人がいます。では同じ数だけ欲しいもの、足りないもの、手に入れたいものを書いてみてくださいと言いました。同じ項目数だけ書けた人は一人もいませんでした。どういうことか。欲しいものをずっと見つめている眼鏡をかけている人生の人と、自分がどれほど恵まれているかというものを見るための眼鏡をかけている人と、真っ二つに分かれているということです。どっちかの眼鏡をかけている。皆さんに問いかけます。自分が恵まれていて、これだけのたくさんの幸せに囲まれてるというのを100個あげることができる人はどのくらいいますか、この中に。自分がこれだけのものに恵まれている100個あげられる人。はい。はい。20人、30人。100個ね。はい。では、500個ぐらいはあげられるっていう人は？はい。20人ぐらいいますね。1000個あげられる人いますか？はい。5000個あげられる人いますか？ 1 万個あげられる人いますか？小林正観の答えを言いますね。どのくらいの幸せに囲まれてるかって。410万7800個。どうやって数えたのかって、めんどくさいからこのくらいにしてる。小林正観は、幸せの本質っていうものが自分なりに、これが小林正観が言ってるのが世界的に幸せ論の全てだっていうふうには言ってないんですよ。ただ小林正観自身が考える40年の人間社会の観察の結果として、万人が幸せだと言える現象は地球上にも宇宙にもないっていう結論に到達したんです。歴史上も全ての人が指をさして、これ幸せって言えるようなものはないという結論に到達した。幸せとは全部自分が勝手
手に思うだけである、思うだけなのだから、いくらでも幸せを増やすことができるっていうことに気がついたんです。6月13日、結婚して満29周年を迎えました。29年間夫婦喧嘩をしたことが一度もありません。結婚1日目、今日は嫁さんが喧嘩を仕掛けてこなかった。これで幸せが一つです。結婚2日目、今日も嫁さんが喧嘩を仕掛けてこなかった。これで2つ目です。結婚3日目、今日も嫁さんが喧嘩を仕掛けてこなかった。これで3つですよね。で、まあ30年かける、365日だとすると1万個ぐらい、もうそれだけで幸せがあるわけでしょ。子供が26歳と25、生まれて1日目、生まれた子供が喧嘩を仕掛けてこなかった。生まれて2日目、今日も子供が喧嘩を仕掛けてこなかった。生まれて3日目、今日も子供が喧嘩を仕掛けてこなかった。数えていた26年で360にかけていくと、やっぱり1万個ぐらいになるわけでしょ。9000何歩っていうふうに数えていったら、子供が2人いるのでもうそれだけで3万個ぐらいでしょ。じゃあもうちょっと考えましょう。もうちょっと考えましょうか。朝起きたらちゃんと目覚めたね。朝起きたら心臓が動いてたと、これで一個じゃないですか。次の日も朝起きたら心臓が動いてた。4日目と5日目で、5日目だけ心臓が動いてなかった。そういうことはないんですよ。今日は1週間に1回の休息日であったので、ないんですよ。今日も心臓が動いていたっていうだけで、それで幸せでしょ。朝起きたら、目覚めたら目が見えてた。幸せですよね。目覚めたら耳が聞こえた。幸せですよね。今日も目が見えている。これで1個ですよね。今日も朝起きたら耳が聞こえた。これが1個ですよね。今日も朝起きたら自分の足で歩くことができた。これで1個ですよね。ものすごいたくさんあるじゃないですか。A さんと友人である。これで1個幸せですよね。B さんと友人である。これで2個幸せですよね。ね、C さんと友人である。これで3つ。D さんとも友人である。これで幸せですよね。E さんとも友人だって、いい話じゃないですか。この5人の人と友人であることで5つの幸せが手に入ってるわけですが、そこにさらにこういうのが加わりますね。 A さんと B さんが仲良しだっていうだけで幸せ1個手に入りますよね。 B さんと C さんが仲良しだっていうだけでまた1個幸せ増えますよね。A さんと C さんも仲良しだっていうだけでまた1個。これを数えていったらものすごい数になりますよ。黒猫ヤマトのお兄ちゃんが荷物を届けてくれた。これで1個ですよ。佐川急便のお兄ちゃんが1個届けてくれた。これも1個ですよ。郵便局のおじさんがね、紙を1枚だけ置いて帰っていった。荷物は届けてくれなかった。これも幸せの1個ですよ。一応紙を入れてってくれたから。郵便局のおじさんだけはなかなか待っててくれませんね。ピンポンつって2秒以内に出ないともうバラバラ。どうしてあんなにピンポンダッシュが好きなんだろうか、郵便局の人は。とにかく数秒以内に出ないと必ずもう 50cc バイクであっという間にいなくなってますから。トイレなんか入ってたらもう大変ですよね。もうそのまんま、そのまま飛び出してこないといけない。で、とりあえずそういうふうに届け物をしてもらえたとか、手紙も今日届いたとかっていうのを考えていったら、もう数え上げたらキリがないじゃないですか。ね。で、
そういうことに気がついてくると、あ、私たちの人生というのはもうありがたいことに囲まれているなということに気がつきますね。そのありがたいことに気がついた瞬間に全部幸せが手に入ってるってことですね。わかりましたか？皆さんね、隣の人が今日不機嫌な顔をして私の話を聞いていたら、多分自分の笑顔もなかなか出てこないんですよ。でも隣の人は笑顔で聞いていてくれるだけではなく、もう現れた瞬間から崩れた顔で来てくれてるんですよ。もうありがたいの2乗3乗4乗ですよ。10秒差し上げます。壊れた顔で来てくれてありがとうって言い合ってください。はい、よーい、始め。わかりましたか？ ものすごくね、たくさんたくさん自分が産み落とすことができて、目の前の人がにこやかにいてくれるだけで幸せが手に入るでしょう。で、笑顔の人はありがたいし、自分が笑顔になれることもすごくありがたいことだし、で、私たちはね、学校教育で常に夢や希望っていうものを設定して、そこに努力邁進しなければいけない、努力頑張りをしないやつはバカだクズだって教わってしまったんだけども、そういう価値観で生きていってもいいけれども、もう一つ別な価値観がある。自分がすでにものすごく恵まれているっていうことに気がついて、あっちこっちに感謝をしながら喜びと幸せに満ちて、ああ、本当に私は恵まれているなと思いながら生きていくことも幸せの手に入れることの一つなんです。幸せって、もう一回言いますが、全ての人が指をさして幸せと言えるものはないんです。自分が幸せだと思ったら、そこでたくさんの幸せが手に入るんですよ。夢や希望という名前で何かを設定して追いかけて手に入れなければダメだという教育を受けてしまったけども、実は小林正寛は夢も希望もない暮らしをしている。東京ポンタの生まれ変わりみたいな。夢も希望もないんです。何にも欲しいものがない。アーチェリーは全くしない。要求しない。